このトマトで決まりですよ。何ですかそのフェアっていうのは。あのチラシにバーンと写真載せちゃいますから。バーンと写真だ。そのトマトの写真載りますか。心臓さんの顔も載せちゃいます。えキャえどうしようか。え僕まあこの年にしてトマトにだけ時間をかけたりかい。まだ妻も何もいないです。もしかしたらこれでお見合いの話とか。お見合いしますか。ありがとうございます。いやもうなりたいつくせいでございますね。本当にでしょ。あ、それね、なんといっても土が違うんですか。有機栽培ですよね。もちろんただの有機栽培は土です。土です。わかります。肥料や農で土が違うんです。はい、あそこの畑はね、その土を作るためだけの畑ですね。へー、土をですか。はい。ああ、でも土があそこでできるんだったらあそこにも植えちゃえばいいじゃないですか。そいつがのんのんのんちゅう話でさ。あ、すいません、はい、あれでさ、土のためとトマトのためと日当たりが微妙にいっちゃうんですわな。あ、なるほど。で、あっちが山のすぐそばにあるんですね。そうです。しかもあそこの土が全部使えるわけはおまへん。深さ5センチから25センチの間をですね、わしがこう丁寧にスコップで作って、もう一個もらっていいですか。まだ一口しか取れてありませんやん。仕事なんですよ。仕事でんな。この子も食うてやってください。どうぞこの子も食うてやってください。肥料も普通やおへんで、ね、裏田農場の堆肥しか使いまへんねや。あそこの牛さんはわしらやもええもん食うとるさかいね。あれこっちのとちょっと色が違うな。ああそれあれでさ、ビニールハウスっちゅうのやおまへんからな。天日やないとその甘さにはたどり着けないんだね。揃いますよね。何がいや。色。そう色。いやこっちのオレンジっぽいのもいいんですけど、やっぱ赤、赤でいきましょう。赤ですか。そう、赤で。新藤さん天才。それあれですよ、その甘さはね、甘いだけやとそうはいきませんねや。独特の酸味っていうんですか、そのバランスの掛け合いが。わー、それいらないんで、はい、この甘さだけでいってください。これ絶対いけますよ。そうかな。いけますよ、だって新藤さん一個一個手作りじゃないですか。でもあの、これいくらで出せます。あー、それね、あの富田さん、あの中卒言うてた境さん、僕高校卒業してますんで、大学もちゃんと計算しておきました、はい、ですね、土地代やら、土地代、肥料代やら、はい、まあいろいろ計算しまして、そうですね、1個650円って言ったんです。あ、状態はそちらで任せました。受けさえもらえば。はい、なるほど、はい、まあ試作品だとそのぐらいにはなりますよね。それだけの手間と暇血のかけてますさかいな。あ、じゃあこうしましょう。はい、1パック2個入りで上代480円でいきましょう。はいや、あっちの畑にも植えてもらって構わないんで、この色さえ揃えてもらえれば。上代で普通は乗せするもんです。新藤さんのトマトって食べる人を幸せにすると思うんですよ。えそら、うん、一個一個あの心を込めて。そう、その心、その心で考えてみてください。おお、何がいや。いいですか、例えばデパートにベンツに乗って買いに来た奥様が野菜を取ってちょっと幸せな気分になるのと、うん、自転車の前後に子供を乗せてスーパーに買い物に来た親子がいつもの4個パックのトマトからですよ、こっちのトマトに変えて思いっきり幸せな気分になるの、どっちがいいですか。自転車の親子ですよね。その親子が買うと思いますか。1個1000円以上するトマト。うん、それはそうだな。バースデーケーキの代わりにですよ、テーブルの真ん中にこのトマトを1個置いて、おめでとうってやると思います。むしろ悲しくなるな。悲しくなります。あ、しかしあれ、1個100円で作ってください。100円そう、1000個で500組の幸せ自転車家族作りましょう。じゃあ、そういうことで。あ、すいません、あの、これからですね、はい、横田さんのところの幸せ面を見に行かなきゃいけないんで、これで失礼します。あ、横田さん、2軒先ですんで、あの、行ってらっしゃいませ。あ、はい。
な、どこで道具返していいかわからへん。